ユーリ・アルペルテンは、エストニアの指揮者、ピアノ奏者、タリンの生まれ。7歳で、地元の音楽高校で音楽を学び、1975年から1977年まで、タリン音楽院で、ブルノルックにピアノ、ロマン・マツオフに指揮法を学んだ。その後、レニングラード音楽院のイリア・ムーシンのクラスに在籍し、1985年から、 エストニア国立歌劇場の指揮者人に加わった。2002年から2004年まで同歌劇場のオーケストラの主席指揮者の座にあった。1993年からエストニア音楽院の講師に就任し、その翌年から同音楽院のオーケストラの主席指揮者を務める。2013年から多発性骨髄腫種に罹患し、闘病生活を送っていたが、タリンにて調整。アルパテン。 ユアリー・イエスティムーシュ・カイン・フォックスカス。2020年8月30日時点のオリジナルより、アーカイブ。2020年8月30日閲覧。スリ・エストニア・コンディラガント・ユアリー・アルパテン。イエスティピバレート25、オリジナルの2020年9月3日、時点におけるアーカイブッ。http://archive.is/.dpezm2020 <ッ>年9月3日閲覧。 バイナ、ロバータ・ホワイト、アンドリュー、コンダクター・ユアリー・アルパテン・ダイズ。ああ、いえ、オリジナルの2020年9月3日、時点におけるアーカイブ。http コロンスラッシュスラッシュアーカイブ .is スラッシュ dpezm2020 年9月3日閲覧。アーカイブ2020年8月21日、ウェイバックマシンをアーカイブ2020年9月2日、ウェイバックマシン。 ありがとうございます。